近況ご自身でいかがですか？決勝乗れてなくてあんまり良くはないかなと思います。練習調整面何かしてきましたか？いつも通りって感じでやってきました。お正月開催ですが、新年一発目なんで頑張りたいです。前場所バックを取る競争をしていますが、そうですね、自分から動いたらレースの幅も広がるかなと思って、バック取ったり自力出したりっていうのを最近増やしていこうかなって思ってやりました。今シリーズもその走り方は見られますか？3-3なんで、位置が悪かったら前に出ないとなっていうので、位置取り次第です。はい。2020年の目標はどんなところですか？そうですね、大きい、大会というか、そういうのにレースに出たいですね。はい。そのために何かこう意識してやりたいこととかはありますか？そうですね、もう毎回がチャレンジになると思うので、しっかり一戦一戦頑張りたいと思います。何か自分自身で課題はありますか？そうですね、ホームバンクは3-3なんですけど、レースの3-3バンクはちょっと苦手意識があるんで、克服していけたらなと思います。その中で今回祭どういったところを特に意識したいですか？そうですね、しっかり前で踏み遅れないように頑張っていきたいと思います。また新年1走目となりますが、そのあたりはいかがですか？そうですね、いい年明けとなるように頑張っていきたいと思います。さて、前場所1着1着で決勝に勝ち進んでいましたが、いかがでしたか？そうですね、予選結果は良かったんですけど、決勝ではちょっと4着になってしまって、動くべき時に動けなかったので、今回はちょっとそこら辺を意識して走りたいなと思います。前場所から調整状態面いかがでしょうか？中3日しかなかったので、練習するというよりは体のケアを中心にしてきました。今年はどう走っていきたいですか？まだ今のところ決まり手で選考がないんで、そういう選考を取りたいっていうのと、もう1回優勝したいです。メンバーご覧になっていかがでしょうか？攻める人が何人かいるので、そこでうまく立ち回れたらなと思います。全力で頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。今シリーズどんなところを意識して走りたいですか？伊藤は3-3なんで、もう前の方に入れるように意識して走ろうと思ってます。外枠というのは？そうですね、スタートから頑張ります。また2020年の抱負というのはありますか？しっかり走って、怪我なくまた1年過ごせたらと思ってます。